こんばんは。こんばんは、こんばんは。どうも、こんばんはって。帽子、あれ、かわいいですか？帽子、あざす。あざす。今日は茶色いです。今日は茶色っていうテーマです。これ今日はワンピースが茶色なので帽子も茶色です。茶色コーディネートに悩みました。今日は茶色星人ですね。茶色と合わせましたね。これワンピースです。自分この緑色、多分よく見てる緑色、この緑色タイプはね結構ねよく着てるし、ショールームとかでもよく見ると思うんですけど、もう茶色はねあんまり着てないから、確かにあんまりイメージないかもしれない。あんま茶色は着ないんだよな、普段から。あんまり茶色は着ないですね。普段は割ともう圧倒的モノクロが本当に多いですね。モノクロが多い気がする。そうだね。そう、茶色はあんまり着ない。モノクロが一番好きだな。モノクロが一番好きです。昔は本当に白くとピンクしか着なかったです。一年中通してマジで白とピンクばっかりでした。冬でも白とピンクだったし、夏でも白とピンクで、なんか本当に白とピンク星人みたいな感じだったんですけど、そう、なんかみんながすごい大人っぽいのにしないのみたいな言われるようになって黒白になりました。私は本当にもう白とピンクのツーカラーばっかりだったんですけどね。そうやったよな。うん、だけどなんか大人っぽい方がいいと思うってめっちゃ言われて、でそれで結構モノクロになりましたね。なんかモノクロってぶっちゃけ誰でも似合うなと思ってモノクロになりました。まあ、あんまピンクとか着ることがもうほんと何十分の一に減りましたね。まあレッスン着も大体モノクロですね。レッスン着は色物着ないし、そうですね、レッスン着は大体モノクロですね。もはやたまに裏方レベルで真っ暗の時ありますよ。帽子も黒で、トップスも黒で、ボトムスも黒で、靴も黒で、私リュックも今黒なんですよ。だからなんかオール真っ黒で結構いる時もいますけど、まあ、この時期ね黒は確かに暑いですけど、でもその黒のものにもよるかもしれない。モノクロでも、ものに結構よるかもな。私それこそ新しく買ったパンツブラック買いました。なんか本当は薄いデニムのブルーのもっと薄いバージョンの色が欲しくて、だけど店頭にはなくて、で黒だったらあったんですよね。でグレーも3色展開で、そのブルー、グレー、ブラックだったんですけど、店員さんはみんなブラックかそのブルー、ライトブルーばっかり着てて、でもめっちゃ可愛かった。そのなんだろう、合わせるものによるんじゃないかな。黒でも合わせ方次第で全然夏でも全然大丈夫
だし冬とかでも黒だったらやっぱライトブルーだとさ夏のイメージ強くて冬にはちょっとやっぱ履けないじゃないですか。だから夏オールシーズングレーとブラックはオールシーズン着れるから、でグレーは店頭なくてあったっけな、ちょっと見たんだけどね、ブラックの方が可愛くてブラックを買いました。結局サイズは合ってんのか知りません。なんか M サイズを試着したんですよ。なんかその S サイズ M サイズ L サイズがあって M サイズだけしかもう種類 M サイズか L サイズしかもう店頭になくて、やっぱりそう一番ちっちゃいサイズがなくて、で M サイズを試着したんですけどなんかちょっとでかかったんですよ、やっぱり緩くて、でなんかにもうに2段階あって一番きつい方で締めたらいい感じだったんですけど、ちょっと全体的にやっぱりボッダボッとしてた感じで、私パンツで珍しく自分が履いて丈が余ったんですよ。でも丈の余り感じとか良かったんですけど、良かったんですけどなんかちょっとやっぱりボタって私ねあんまりボタっていう服を着すぎると本当に体でかく見えちゃうんですよ。めちゃくちゃあの私の骨格の問題なんですけど、骨格とちょっと今デブってるっていう問題なんですけど、だからそれでなんかちょっと妹とねお買い物に行ったんですけど、なんかちょっと大きいよねっていう話になって、なんかワンサイズちっちゃいなりますかって言ったらやっぱりもう今売り切れなんですよって言われて、でなんかネットで調べて、そモデルさんが同じ162センチのモデルさんが着たあのやつがあったんですよ。やっぱその方がこうストーンなんだろう、本当にストレートパンツっぽくて、でもやっぱちょっと丈はね本当にあの履いたら裾を引かない、あの本当靴履いたら靴が見えちゃうぐらいの本当になんかあのぴったりってくるぶしぐらいの丈感でちょっと短くはなっちゃうんだけど、まあでもなんかいい感じそうだって。そうただね多分ご飯食べたらウエスト入んないんだよな食べたそう私本当にお腹ポヨヨンだから、本当にウエストブッドちゃんだからさだから絶対ご飯食べたらお腹、私ねご飯食べたらめっちゃお腹出るんですよ。しっかりこうあのいいあのなんだろうあばらのとこからもうポッコーンってね綺麗に出るんだよね。私の場合イカ水とかじゃないから、まあでもしっかり上から出るんですよお腹綺麗に。であばらが出てるから余計に目立つんだけど、でもあのちょっと買いましたそう、あいや違います、あれ大西の衣装はトップスだけで、あのボトムスはみんな一緒です。あのボトムスは大西のやつではなくて、ボトムスって落ちたよ落ちた、ボトムスは非選抜の人は上から下全員一緒だったんですよ。靴ローファーも靴下も、スカートも非選抜はみんな統一で、そうだからサイズとかほとんどなくて、どっちかというと丈感レベルの問題だから、トップスだからあお腹出てたからね、あの合う合わないとかないんですよ。そうそうそう、絶対大西のウエストだったら入りません、無理です、あんな細くないです。そうだから買ったんで明日届きます。明日ねあの配達予定、なんか時間指定しなかったからいつ届くか分かんないけど明日届く、ちょっと履いてみて、まあ履けなかったら痩せろってことだなっていうことで頑張ります。でも高かったの、私一番今までで買ったデニムの中で一番高かった、そうあの店舗で買ってないから送料もちょっとかかったからさ一番高かったマジで。でもなんかいいデニムあの普通にさこうデニムガチ勢の人たちだとデニムに何十万とかさ何万とかかけんじゃん、私そういうタイプじゃないから普通にいつもデニムとかでも3000円とか4000円とかのデニムしか、一番私が持ってる一番高いデニムでもね6000何歩7000円弱ぐらいだったんですけど、今回買ったのは普通に9000円弱ぐらい、あの送料入れて、そう今まで買ったデニム一番高いのにマジで一番サイズ不安
マジでやばいわ。これで入らんかったら、違う、これで入らんかったら痩せろデブってことなんで、痩せます、頑張ります。届いたらみんなに見せてあげるね。あ、お話し会かなんかで着ようかな、じゃあね、そうしよう。いやマジでサイズ合うか分からん。合わんかったら妹にあげるわ。え？え？嬉しいって。ねえねえが入らんかった、入らん。いや何言っとんねん、お姉ちゃんには遅いだろうが。じゃあ足は太い。いや変わらん、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 変わる、変わる。お腹は勝てても足は変わらん。変わらん、変わらん、無理無理、アイロが太るから無理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 、太もも入りません。いや姉ちゃん太ももパツパツやったらどないしような。なんかでも M サイズだいぶダボダボだったもんな、あれな、うん、結構でかかったよな、うん、まあ、ああいう、ああいうもんなんやけどな。でも私は割とストレートが好きやから、ピューンって。いやどうする、ボンネスハム状態だった。9000も出してボンネスハムとか泣きたくなってくるんやけど。あれ返品交換無理やっけ。うん、知らん、読んでない。なんかあるやん、その傷もんとか汚れもんだったら OK やけどさ、サイズ合わへんかったらアウトみたいな。いやちょっと見てない、着るとこはいけるやん、履いてみてアウトやったら考えよう。じゃあ今ここ痩せて履いてあげる。大丈夫、十分細いが、細ないね。名前が読めないだって。えー仰天ゆりなちゃんです。仰天ゆりなちゃん、めっちゃ目がかゆい、ちょっと待って。仰天ゆりなちゃん。でも今年の夏は本当に外出てないからね、あの本当に夏バテしてなさすぎてご飯を食べれちゃう。今までは本当に仕事で外行ってたから夏バテで、まあまあ、その、それなりの食事だったんですよね。まああと動いてたけど、今さ仕事をさしないからさ、あのマジでほんと家の中でクーラー効いた状態でおるからしっかりご飯が食べれる。夏のダイエットとは。そうでも外行ったらまあ暑いわ、まあ暑い。あとほんまに焼ける。なんか私本当に赤くならなくてすぐ黒くなるんですよ、すぐ焼けるの。もう直結なの、直結。そうだから本当に、あやばいこれ絶対焼けてるわって思ったらもう焼けてますっていうぐらいすぐ焼けるんですよね。だから本当外に出たくないんです、夏。本当に焼ける、もう本当に焼ける。なんでこんなすぐ焼けるんだろう、マジ悲しくなっちゃう。うん、本当にショック。赤くならないからね、まあ赤くならないから痛くもならないんだけど、だけど黒くなっちゃうの、もうやだ本当に。あれなんか黒くなったくないみたいな。で私家ベだからね、あの本当に焼けるとマジでどんどん黒くなっちゃう。卒業後はどんどん仕事もいいんだよ。待って私卒業しないんだけど。待って待って、卒業しないよ、誰かと間違えてんじゃない。私卒業しません、まだしてません、発表してません。誰と間違えてるんだ。いや私あんまり匂わせしないからな。今までもほんといろんな嬉しい報告しか、今までは嬉しい報告しかしてないけど、マジで匂わせしたことないからな、何にしても。ファンの人にもほんとなんか嬉しい報告でもほんとそういう素振り見せないよねみたいな。なんかそう公式でなんか何々がありますとかなって
ファンの人、え、ゆなちゃん何々するの、そのグラビアの時だってそうだったけど、初めてやる時も、え、ゆなちゃん初めてのグラビアするのみたいな、マジで本当あのマジで口堅いって言われる。口堅いし素振り見せない系。なんか素振り見せてくださいって言われたら見せるよ。そのなんか事務所からなんかあのちょっと嬉しい報告がありますみたいな匂わせしてくださいって言われたらするけど、マジでなんかあの言われん限りはしてこなかったっしょ今まで。そうなんですよ。言われない限りは本当に何もしないタイプの人。なんかいい報告も悪い報告も本当に匂わせたりしないね。結構その時にパーンって感じ、痛い感じかな結構。うん、あんまやんない。口硬いね。口硬い。でもやめるときはねちょっとずつ匂わせてほしいみんな。やめる予定ないんだけど、まああとそんな何十年もやらないから、参考の意見としてみんなの意見を聞こう。せっかくユナのことを応援してくれてる人たちだから。どう、やめるときはじわじわこいつやめそうだなっていう雰囲気出してほしい。ある日突然やめますとかってちょっとみんな心の準備できない？あ、匂わせてほしいんだ。やめそうだなこいつみたいな。 OK 分かった。OK 分かった。いや、じゃ本当に聞かないとマジで急にさ、やめますとかって言っちゃうタイプの人、言っちゃうタイプの人だからさ。そしたらそうだよね、応援、あーやばい、応援しそびれた的なことが発生しちゃうよっていうことだよね。 OK 了解分かった。参考にさせてもらいます。まだやめないっすけど、もうまだ やめないよ。この1年は絶対 100% やめませんって言ったからね。やめませんよ。そうだから、次だから、もう今下半期だからね、あと下半期はやめないですよ。その後は知らんけど。あ、ドボンチーム4優勝おめでとうって、ありがとう。そうなんですよ、なんかドボンチーム4が結局優勝ってなって、イエーイって嬉しい。しかもなんかスニーカープレゼントって優勝した人全員じゃないんですね。なんか私勝手に優勝した人全チーム4の全員にシューズがいただけるのかと思ったんですよ。じゃなくて、なんかいただけるのはこちらの5名ですみたいな。そう、なんか5名しかもらえなくて、5名か6名か忘れたけど、なんかね人数制限あったんですよ。びっくりしちゃった。みんなもらえるもんだと思ってたんですけど、なんかそうじゃないっぽくて、ちょっとツイートしたんだよね。どこだっけ。あれ、自分ツイートしたよね。あったあった。2、4、6名だ。6名。全員なんだ。あ、ツイッターに全員書けなかったのか。え、だから、あ、だから丸一ってこと。あー、よかった、びっくりした。なんかそんなもらえないことあると思ってさ。そういうことね。あいうえお順で、
載せてるんか。いやだからシンプルにさ、なんかさ、その自分がどれだけドボンしたかの人たちの話なのかと思った。あの、わかる、そのさ、その自分がどれだけドボンをしたかみたいなかと思ったんですよ。あ、そう、ゆなちゃんドボンめっちゃ頑張ってやってた、このドボン期間も。そう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 、なんかファンの人がたくさんいてみたいな、じゃなくて、そうそうそう、じゃなくてシンプルにそのメンバーもみたいなやつなのかなって思ったんですよね。みんなもらえるんだ、よかったね、よかったよかった、そうなんだ、嬉しいね。どんなんか知らんけど楽しみ。スニーカーは嬉しいわ、スニーカーはよく履くからね、マジで嬉しい。調子さんかすぐありがとう、嬉しい、あざます。そうそうなんです。サイズはね、どうやってあれ送られてくるのか知らない、別にサイズ聞かれてないし、わかんないですね。それかもともとにこう、あの出してるサイズで来るのかもしんない。そう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 、あのもう何年前に身体測定したやつの足のサイズとかで来るのかなって思ってるよ。だってだってそれがないとさ、衣装さんサイズなんて合わせられないじゃん、 ML とかさ。だから知ってるんだよ、靴のサイズ。そう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 、だからそれ靴だ、足のサイズだってでかくなんないからさ、基本的に。それで送られてくるのかなって個人的に思ってるけど、そうそうそう、うん、8月中旬ぐらいって言ってた。あ、そうなんや。うーん、女の子の頭のサイズってどれぐらいですかって。しゃあない、女の子にもよるんじゃない。めっちゃちっちゃい子もおれば、ちょっとでかい子もいるじゃん。だから人それぞれだよ。何、サインシューズはかなりレアですねってどういうこと。どういうこと。ミュージックで見てた友達からいなちゃんの画像届いたよって、教えたよって。嬉しい、ありがとう。やったー、ファンももらえるのよ。だって、ファンももらえるの、ランキング1位のファンの人がもらえるみたいだって。すっごい、誰誰もらえるの、すごいね。おめでとう。
かのにちゃんのオンライン話し会の、じゃあサイン当たったの、5枚も当たったの、え、おめでとう、すごい、5枚も当たったの、やばいな、ありがとう、楽しみだね。それは次のいつか分かんないけど2日間どっちかね。ニューヨークヤンキースです。あ、そうなんだ、え、本当に、1位なの、おお、おめでとう、ほんまか嘘か分からんけどおめでとう、ありがとうございます、ドボン1、パチ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 、ありがとうございます、嬉しい。いや、ニューエラは野球が好きな前から好きです。シンプルにここが、このこれが好きなだけです。はい、残念ながら。残念ながらそうなんです、野球が好きとか関係なくこれは好きです。でもね、結構ね、なんか当たる当たる人とはめっちゃ当たった気がする。そんなことないかな。でも結構ね、なんかもう後半の方とかね、755にやりますとか書くの完全に忘れてね、完全に忘れてね、勝手にやってたんですよね。マジで、いやマジで755にやりますとか書くの忘れてね、普通にね食ってやってたんよ。でもそれでも当たった人は当たったんよ、びっくり、嬉しい、ありがとうございました。みんなやってくれて、4位だったからね、うちのファンの人も結構頑張ってやってくれてんだなと思ってめっちゃ嬉しかった。うちのファンの人ゲームねあんま得意じゃないらしくて、結構ゲームごとめっちゃ弱いんですよ。だけどね、今回チーム4でね4位だったんですよ、私4番目だったのね。だからね、すごい、え、すごいと思った。だって1位から3位は下尾とゆりさんとなるだったの、もう圧倒的にファンの数が多い人たちの次にね来れたからさ、え、めっちゃみんな頑張ってくれてんじゃんと思って超嬉しかった。でもねすごいね、なんか、あ、めっちゃこのファンの人やってるんだなっていうのはめっちゃわかる。自分がさ、こうやってる時とかにさ、やっぱユーリさんのファンとか結構当たったの、あとハルピョンのファンの人も結構当たった。そうそうね、うんうんうん、ナルオスの人も当たったかな。でも結構ね、そうなの、なんか前なんかの時とかみんな全部ユーリさん、ユーリさん、ユーリさん推しでユリナみたいな時もあったよ、戦いで。そう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 、なんかその当たってるその感じのね、うちがやってる時に当たってる人とか見て、あ、このファンの人たち結構やってくれてるんやなみたいな。そうそうそう、あの他のチームだったりとか、あの普通に他のメンバーのファンの人とかだけどね。そうそうそう、そう、結構、わあ、結構あやなーって思いながら自分めっちゃやってました。そう。そうなんです、と思う、まあ、チームなくなるからチーム対抗戦なのか分からんけど、
なんかね、自分のファンの人と当たるより全然なんか自分の同じチームのファンのチーム4推しのチーム4の誰か推しのファンの人と当たることは結構ね多かったよ。うん、おー、チームフォーやってくれてるやんって、わーいって、嬉しいってなりました。そう、もう私せっかちだからさ、こうやって次のゲームが終わったらもうすぐ次のゲームやっちゃうの。ほい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 って、そう、ちょっと時間を置いてとかじゃないの、もうほい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 とかってめっちゃやってた。なんかわからん、とりあえずなんかいっぱいやれば いっぱいやればって思ってさ。よし、じゃあ今日はこんなもんでショールームも終了しようかな。 OK、 じゃあみんな今日はこの辺で終了して、私はご飯を作るよ今からではではランキングを読みますぞ。10歳ムーンさん、10ニヨピーさん、10チョアキモセさん、10タカさん、リアルにドボン1位でしたって、おめでとう、ありがとうございます。靴届くんだね。一緒なの届くんかな、分からんけど楽しみやね。うちもどんなんか知らんけど。9位春太郎さん、8位カイマク X さん、7位キリアさん、6位ジェリーさん、5位サウロンさん、4位ナッティさん、3位シンドさん、2位サームスさん、そして今日の第1位はニキョウさんです。ありがとうございました。はい、というわけで今日も見ていただいてありがとうございます。また明日のショールームでお会いしましょう。それじゃあ